岡山市北区の下石井公園で開かれたベトナムフェスティバルには、ベトナムの伝統料理や雑貨を扱うおよそ20の店が集まりました。フランスパンにハムやナマスを挟んだバインミーというベトナムのサンドイッチや、ブンと呼ばれる米粉を使った麺料理、エビをタピオカ粉の衣で包んだゆで餃子など、訪れた人はさまざまなベトナム料理を楽しんでいました。またステージではベトナム南部の結婚式を再現するショーが披露されました。岡山県によりますと、去年12月末時点で県内にはおよそ1万2000人のベトナム人が暮らしていて、国籍別では最多となっています。ベトナム人がたくさん多いますので、本当に楽しいです。うまいです、めっちゃ思い出します。2年ぶり帰らなかったので、もうどんどん帰りたくなります。ベトナム国の人がいっぱい集まるんで、ベトナムの人からしたら嬉しいでしょうし、日本人も文化が知れるんでいいんじゃないですかね。